英滝久吉1935英滝久吉から1942年10月20日は日本の外交官、実業家、上海総領事、ホノルル総領事を経て退官後、安田保全所参事や東京建物常務取締役、満州工業社長等を歴任した、越後国仮和軍の田村生まれ、元の田村古町の英滝地助は祖父。 新潟県立新潟中学校を経て、1889年、イギリス法律学校及び、専修学校法律科卒業。専修学校創設者、田尻根次郎などに指示。1890年代現任試験及び、文官高等試験合格。1891年司法省入省、東京地方裁判所司法監視法、同年外務省入省。 取調局配属。1893年不残領事官補。1894年三河領事官補。1895年上海領事官補。1896年在差資料事官が設立されると、初代二等領事及び差し郵便局長に就任。1898年から指導に一等領事を務め、廃日移民法への対応に当たった。 1902年観光一等領事。1904年上海総領事。1909年東亜道文化上海支部長、同年在間島日本総領事館総領事。1912年韓国併合記念賞受賞。同年ホノルル総領事。1914年遺岩大館、東亜道文化評議員。1915年安田保全者入社、共済生命保険協議役。 1916年東京建物取締役、安田保全社理事、台湾製マトリジ名役、1919年中央大学評議員、1919年安田保全社産事件評議員、東京建物常務取締役、1927年満州工業社長、1928年日豪協会理事、1932年満州工業相談役、 ありがとうございます。